材料3つ、電子レンジで2分の謎のモコモコマグケーキ。電子レンジ可能なマグカップを用意したら、卵1個を割り入れてよく溶いておく。そこへ無糖のピーナッツバター 35g、 ラカント大さじ1杯を入れて混ぜ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 、トントンして空気を抜いて 500W の電子レンジで約2分間加熱する。びっくりするぐらい縦に伸びてもこもこ、おっと、いただきます。うわー、沈む沈む、しっかりスポンジ状になるからびっくり。ぜひお試しください。マリのダイエット食堂でした。